で清武は2トップの一角になったかもしれません。アンデルソン・ロペス行く、アンデルソン・ロペス折り返しフリーだ、中川もう終了からアンデルソン・ロペスワンタッチ、小池だ、小池残せるか、これは高い位置で奪った、アンデルソン・ロペス普通に言った通り言ったそうです。ヘディングシュート、同点、またエブリ行きます、中でヨセアラ、後ろからボールシュート、ヨセアラ、マルコス・ジュニオール食べる、後ろからエウベル、おーっとブラインド抜けて返してくる、左から左、中川シュートレンジ狙ってきた、ここを使った左足、速いボールこぼれている、詰めた、ね、小池優太ヘディング、先制しました F マリノス、西村食べて、水沼コーター戻す、西村うまく入れ替わった、抜けてシュートだ、いやカットイン、小池龍太、これで止めて、カット決まった、右の小池クロスが入る、アンデルソン・ロペスのヘディング、最後はタレトオーローバーヘッド、これがゴールライン終わっていない、ここで長戸です、長戸入れてきます、センターヘディングで決める、かっこいい、受けました、中2枚クロスを入れた、アンデルソン・ロペス、長戸のキック、いやーお、フリーで持ちます、運動量のある岩田ヘディング、点差かけたらね、大きくクリアしてもいいようなシーンですけどね、エブリン、吉原マイナス、オンゴール、ついてますよね、ついてますね、嬉しいですね、そうですね、レオセアラー、いいボール、長田のキック、レオセアラー、あります、車交代入れてヘリング、押し込まれた、シュートだ、水沼コーター、その通りニアでフリックしました、山根がセカンドボールを拾っています、もう一度水沼セットしてクロス、いいボール、ファーサイドヘリング、アンデルソン・ロペス、松原、皆さんボールターンした、西村、折り返した、アンデルソン・ロペス、マルコス・ジュニオール、はい、スイングですから、ナイボール、畑中、一人潰れてくれることでその後ろはさらに生きてくるでしょうね、はい、そうですね、これはいい奪い方、藤田からシュートだー、畑中、木田から縦パス、ヘディングシュート来た、藤田から西村、西村から藤田、そして西村狙っていく、ナイスキーパーですが押し込んだ、フラッグは上がらない、奪いました、さあアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペスを打ち出す、水沼だ、今度はサイドを変えて中川クロスしました、こぼれ球、マルコス・ジュニオール、マルコス・ジュニオール、ヒールパス、シュート、小池、中川どうする、中川右に持ち替えて水沼だ、さあ水沼折り返し、アンデルソン・ロペス、渡辺すかさず背後、さあレオ・セアラ、レオ・セアラ、レオ・セアラが抜けてきて流し込む、
ていた小池、また中に宮城もいきますね。いいボールグラウンダー、そして抜けていく、押し込んだ、最後水村。ここで宮市、宮市中に入ってクロスを入れる、アンデルソンのペース、アンデルソンのペースから宮市だ、中に小池も入っている、宮市、宮市狙った、相手一点欲しい、早めに流し入れて、ウィングもサイドバックもいます、これがサイドバック、小池打つ、決まった、北のワンタッチ、松原打った左足、おーコース変わった、間に入ってきました、打ちた、さあ松原折り返し、レオセアラ後ろから中川だ、うわ、渡辺から長戸、中川、ミスイングのクロス、レオセアラ、距離を走りました、水沼ダイレクトで入れる、パーでフェルベル、東口こぼれ球、文字通り返して同点、水沼の左足、体を入れた三浦、セカンドエウベル、柔らかいボール、ゴール前、シュート、水沼直します、差し込んだ、水沼が流し入れます、落としてきました、西村打ってきた、決まった、おーと上島からボールハント横に流して、レオセアラ、水沼来た、水沼が打った、左足長と外側、畑中のヘディングこぼれたが決まった、この4人にうまく使っていくってことは必要なんですね、レオセアラからさあ西村だ、強いセンターバックのドリブルでしたね、西村に長戸から入って、さあ水沼へ、水沼から出してる、押し込んだ、そこの後のこぼれのところ、清水が先に狙ってましたね、ここはレオセアラ狙った、岩田から中、水沼へ、水沼から西村、また水沼、水沼、前田から、セアラハットブレイク、長戸からグラウンダーターンをして、前田、入った時にはやっぱ有利に進められますよね、水沼クロスを上げてヘディング、先制パスです、さあ宮市最初のプレー、中にカットインしてパスを出した、ここ浮いている、落として後ろからシュート、中川から中川、逆サイド宮市、宮市逆を突きました、山根サイドを変えて藤田戻して、岩田ふわりと浮かせて、レオセアラだ、あーっとコースには行ってから決めた、レオセアラです、松原、松原から決まった、岩田のダイレクト、ワンタッチです、外に出ました、ネルソン・ロペス、エウベル右足、落とした、またこれはアンデルソン・ロペス、岩田打ちました、ここは高い位置でボールを奪った水沼、クロスを入れてきた、この波早いボール、今度はカウンター、マルコスジュニオールからエウベル、いやー早い、いいコースとリーズ下がった、中川、中川ブロックして抜けた、同点、こっちまで近づいていくマルコスジュニオール、ダイレクトパス、リオセアラ、サネトーも敵陣抜け直した、小池入れ替わって、中川のクロスヘディング、
ス入れた、エウベルだ、エウベル、アンデルソン・ロペス、長戸からニアへのボール、押し込んだ、この辺りしっかり歩いてるというような、ね、お話されてると思いますけど、さあ西村が中野を抜けてきた、押し込んだ、ここはバラだ、ちょっとタッチが長くなったところ、アンデルソン・ロペス、そして抜ける西村、西村持っていく、オードが戻る、しかししっかりと決めていきました西村、小池、中川この位置から狙っていて決まった、斜めにつけてワンツー、アンデルソン・ロペス、今日はここまでエドアルトがターゲット、今度は浅田がついているか、アサイド、ここでヘッド、押された、押し込んできたという印象がありますが、浮き球を使う上福本、こぼれ球、ループでいった、この位置に左サイドバック長戸です、アンデルソン・ロペス確認しました、長戸上げた、チャンスリードを落としてボール見ながら左へ、ウベル、長戸が横、外回った長戸、真ん中でキラバンタッチ、チャンスだぞ、右へ出ました、そして中川、ゴール前にチャンス、藤田、水沼がここでボールを受けます、水沼左足流れた、エウベルがいった、軸足が多分芝生でずれたんでしょうね、はい、エウベルが来た、もう藤田がボールを受けます、前に出た枠を潰して取った、そしてエウベルが行く、踏み込んだ、エウベル、今渡辺康太が中へクロス、すごいの出るタイミングありませんでしたが、エベル、今日がデビュー2戦目です、直接行く、こぼれ球、圧力を感じるようなね、そういう守備ですよね、ちょっとオフサイドっぽかったですが、水沼が行く、折り返し、中川